一歩先行くマーケティングのこの配信では一家の大黒柱の私が企業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けてちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきますこんにちは下坂井理子です今日はいかがお過ごしでしょうかさあはいあの最近はですねここで うんと近況をねちょっと皆さんには言っていたんですがなんと今日急にゲストが決まりましたバチ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 この後紹介しますのでちょっとね楽しみにしてくださいで今日ねゲストをお招きした理由としてはなんかこの方本当ね1人でいろいろ乗り越えてこられているなんかすごい方なんですよね で私あの以前このあのこのことね登場されるゲストの方にラジオに呼んでいただいてそこからのつながりなんですけれども、まあ、今日たまたまちょっとお話しした時になんかまたすごいことやろうとしているみたいなことをね見て本当すごいなというふうに思ってであのね起業しているといろいろなことがあるので今日はそこら辺をお聞きしたいと思っております。はいといとうわけでご紹介させて いただきます。なんと私のポッドキャスト初ゲストでございます。布クリエイターのゆさあきこさんです。パチパチ。ありがとうございます。ご紹介いたし、いただきまして。<laughs> あの、まあ、布クリエイターと名乗っております。ますゆさと申します。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日はあきこさんってお呼びして大丈夫ですよね。 いつもね、そう呼んでるので、ね <laughs> はい、ゲストの秋子さんということで、はい、じゃちょっとね、あのこのラジオ、聞いてくださってる方、初めてかもしれないので、簡単にどんなことを今、ビジネスにされているのかって、お聞きしてい,いですかハンドメイドの教室、えーと、テオリとアルメニアンレスという教室を、まあ、個人事業としてやっています。うん で、個人事業としてやったのは16年目かなそれまでは <16? S 1> あの、その前はカルチャースクールで、えー、と<っ>教えてたんですね。あ、なるほど。じゃあ、カルチャースクールのあと16年後、一、うん、人でやられているって感じですかそうなのよね。び <laughs> っくりですね。あ、そんなに長かったんですね。そうです、そうで、ん、す、そうです。でも、私からしたらもう大ベテランの先生。いや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 。やっぱりほら、<laughs> あのー、 パソコンが使えるようになって。あ、はい、はい。うん。一番思ったのは、あ、自分のやりたいことを自分で発信できるなっていうのは思ったんですよね。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう。で、本当にあのー、始めたのって、そのカルチャースクールから始めるともう二十何年経っちゃってるんですけど。おお、はい。だからブログとかがしかまだなかった時代。 はい前そうですよねそこでもう自分で発信していけばああやりたいことやれるなっていうふうに思ってたっていうのはあるんですよね。なるほどじゃあそこでなんかこう、うん、そうですよね私たちこう一人でいろいろビジネスをしていたりするとある意味いい意味で自由ですよね。そそそそうううだから自分で特に、ね、あの個人事業主としてやって。 で自分で場所借りて自分でブログなりなんなりで発信して、うん、お客さんていうかまあ見学してくれた人が、まあ、受講してくれてっていうことがうまく回っていく感じではあるんですけれども、うん、やりながらはい、はい、やりながらこう、うん、マイルールを考えていったかなっていうのはすごくあります。何でですかマイ,マイルールー、うん、やっていく中そそうそうなんかそっか ルールが確かにないですね、私たちって。うん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 。でもほら、一番初めに、うん、ほら、受講料どうしようとか、いくらにしようとか、はいはい、えっと、うん、何ヶ月に起きにもらおうとか、なんとなくこう、うんうん、ざっくりと決めるじゃないですか、当然だけど。ああああはいはい。でも、そのうちに、それ、そのルル、例えば月2回、いくらって決めたら、ちょっともう通えないんですうん、うん、とか、そういうね、いろいろな事情が、諸事情が出てくるじゃないですか。ああ あお客様が。お客様が。その時に、はい、頭をいっぱい働かせてですね。<laughs> はいはいはい。自分でやってるんだから、自分でルール変更しちゃえばいいわけですよ。うん、あ、すごい。なるほど。その視点、大事ですね。うん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 。で、特に、あの、まあほら、通ってくださると、いろんな事情もわかってくるじゃないその、受講してくださってる生徒さんの。<ー>そうすると、はい、介護をしなきゃいけないんだとか、 ああ。いろいろそういうことも出てきちゃうのね。はいはい。でも、ほら、楽しそうにやってると、ね、月1回でも通えないかな、とか、なんかそこいろいろ考えるわけですよ。えー、なるほど。あ、こちらからも継続していただくために、うん、なんか、こう,ん、そうできないかな、みたいな。ね、そ,うそ,うそうそうそう、その会話の中でね。の今までは月2回しかやってなかったけど、はい、もうと、とっさに、じゃあ月1回でどうですか メドに提案したりとか。なるほど,るほどで、うん。で、あとは、例えばほら、第二、第四火曜日って決めてたら、ううん、うん。そういう月1回の人は、基本は第二ってしておいて、振り返で振り返りに、第二がダメだったら第四にしてもいいよ、みたいなのも、とさに、とさに。すごい。元気に。そうです、そうです、そうです。っていうことの、 もう今ねちょっとそれぐらいしか思い出せないんですけれどもれ小さな変革っていうんですかいやでもそれ生き延びるために大事ですね、うん、特にこの大事なスキルかなっていうふうに思いました。うん、特ににって一一回回逃しちゃうと、はい、もうとも集めるのって しんどいじゃない？さんは大変ですね。新規さんは大変ですね。うん、継続のお客様の方がまあそうね。継続してってくれるってところですよねうんうん、うん。やっぱり人柄が分かってるし、やっぱりそう思った時にどうしたら、もちろんその方のにとってもいいような提案をしていくっていう。風にしていはい。 なんかうゆ曲本当に紆余曲折して続けられて赤字にしないでも忘れてきたからっていうのはあるんですよね素敵です。だってね、会社って、ね、3年続いたらいい方みたいにも言われるくらい、うそうらしいですよ、ね、なんか亡くなって、ね、あの辞めていく人も多い中、あきこさん16年って私、今日初めて知ったんですけれども。あ言わなかったっけ年齢は計算しないでね、年齢はね。<laughs> でもそう考えるとカルチャーセンターにいらっしゃる時は確かに自由にで,できないじゃないですかカルチャーセンターの中のルールでやんなきゃいけない,、うん、ないけど、うんうん、個人になったらやっぱりそれを、うん、ビジネスを継続させるためにもマイルールなりお客様に合わせた、うん、のオファーっていうか提案をカスタマイズして提案してってことを。 やってるってことですねなかなかここが、ね、<う>頭固いとこうだからってなってしまって、うん、なんかこうじゃないといけないからっていう概念が私たちありますねであとなんか始めをするときにハンドメイドの、ね、方たちにもちょっとアドバイスとかすると初めから完璧にやろうとする人が多いんですよ。はい、お確かに もちろん、あの、な、なるべくね、落ち度がないように考えてやるのはすごく大切なんですけれども、やりながら、あの、あ、こんなこともあるんだっていうことはやっぱり気がつきながら、やっぱり想定外のことも起こるので、そこの対応力みたいな。あ、対応力。うん。対応力、体力、みたいな。っていうのも、 必要なだからあまり初めから完璧を目指さないでやりながらちょっとずつ、うん、あこういうお客さんいるんだあじゃあこうしようじゃあこういうことが起こったあこうしようっていうふうにしてこう視点を変えながらしていくっていうことは、うんうん、今までやってきたかなと思うんですよね。 素晴らしいですだそういうとね、ねこのラジオを聞いてらっしゃる方、私は一歩進めない方に向けて言っているんですけれども、それももうなんか、やろうとこう準備してか、万端にしてから一歩進むのではなく、うん、もうやってみたいなら、もう進んでから考えればいいじゃんみたいな。そうそう、もうまず本当にちょっと、そのあんまり大きいことをか考えると、やりたくなくなっちゃう、うん、動けないです、ね。<laughs> そうですね動けなくそうなので、まずちょっと、本当に簡単なことからちょっと始めてって、<う>そこの反応を見ながら、あこうしてたらどうかなとかっていう風うにしていくと、うん、ちょっとずつ大きくなっていくような気がするんですよね。で大きくなっていくっていうか、赤字にしないでいく。継続を そうですね、やっぱりこう継続、うん、やめないで継続するっていうのが大事なのでじゃあそれがもうあきこさんのこうそうねあとやっぱりなんか、うん、なんかちょっとそれでも止まってしまう時はちょっと引いてみるみたいな。あ引いてみる引いてみるってどういう。 どうしてもそこだけにこう集中しがちになっちゃうので、もちろんそれを突き詰めてどうやったらいいかなっていうのを工夫するのも大切なんだけど、もしかしたら違う道もあるのかなこれが起きてるのはこっち行けってことなのかなみたいな。なるほど。ふと立ち止まってちょっと俯瞰してみてみて。うん らずらしていくのもいいですね、確かにうん、うん、結局、カルチャースクールから独立したの、なんかそういう、目線なるほど、そうか、カルチャースクールに、ね、いると、ここが私のあれだからみたいになって、うんうん、ずっとカルチャースクールに、ね、いるっていうのもありだったのが、うんうん、そこから独立して、自分でやろうっていう道を選んだわけなので、それで16年も続いてるってことですよね。あ 前通ってくださってる、ね、<laughs> 方がいらっしゃるからっていうのはあるんですけれども<ー>やっぱり <laughs> 視点を変えてみて違う方向もあるなっていうふうに気づいてはい、はい気づその辺の兼ね合いってすごく難しいと思うんですけれども。 やっぱりそ,そうですね、うん。うまくいかない夫の方が多かったりするから。ああ、でも、それでもやってっていろいろ分かってくるっていう感じですかね。うん、うん、すごい。ありがとうございます。はい。なんか今日ね、今日だ。なんかこのね、たった十分ぐらいですごい恋なんか続ける秘訣みたいなのと、まあ視点をずらしたりとか、うん、そのルールを自分で決めていくみたいな。うん、起業していく中で、すごく必要なことを。 全部話してくれた感じですね。どなたかもね、ちょっとでも参考になってもらいたら、はいですね。いいはい、ありがとうございます。はいはい、じゃあ、今日貴重なお,お時間いただいて、ね、アキさんにおゲストで突然来ていただきましたが、はい、あのこ,まあ、こんな感じで、また明日からも配信していきますのであの、聞いていただければ嬉しいです。じゃあ、それではア子さん、最後、ちょっとせっかくなので、一言締めの言葉を<ー> <laughs> 用意してなかった <laughs> いや私こそ本当にエリさんがね、続けてらっしゃる、このね、ポッドキャストも素晴らしいなと思ってます。本当に。あの、あでも、一歩やっぱり、本当に、ちょっとでいいのよね。一ミリでもいいから、ちょっとでいい。でも、二歩下がってもいいじゃん。もう一回さ、その、あの、一歩踏み出せたっていうことが、うん、大事なの。につがる、つながるんじゃないかなと思います。素敵なお言葉、ありがとうございます。こちらこそ。 <laughs> はい、ありがとうございました。<ー>はい、じゃあ今日は布クリエイターのゆさあきこさんにお越しいただきました。あの、はい、ゆさあきこさんあのインスタもやっていますよね。はい。はい、はい。なんか気になったらちょっと見て見ていただいて、はい。はい、覗いてみていただけるとなんかひけるかな。ありがとうございます。学びる感じ。終わります。はい。それでは今日もお聞きいただいてありがとうございます。また明日も配信にいきますので気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。それでは。 またお話ししましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイありがとうございました。バイ,バイバイ。